皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画では第69回ラスバレ放送局の最新情報をまとめつつ、最近のラスバレについて語っていきたいと思います。今回の出演者は一つ柳リリ役の赤尾ひかるさんと、白井優役の夏吉優子さんでした。本当は早川八尋役の大西あぐりさんも出演予定でしたが、体調不良のため見送りとなりました。またどっかのタイミングでご出演いただけたら嬉しいですよね。そしてこちらの画像にもあります通り、この10という数字が何を表しているかと言いますと、ちょうどこのラスバレ放送局の放送日がアクションドールが発売されてから10周年ということで、10年前からアサルトリリー自体のプロジェクトが動いていたことに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ラスバレはね、アサルトリリープロジェクトのごく一部でしかないので、ラスバレ以外のアサルトリリーのメディアもチェックしていただけますと幸いです。またこのチャンネルではラスバレ攻略動画やライブ配信だけでなく、舞台や原作などのアサルトリリープロジェクト全体を盛り上げるために動画を制作しております。将来的にメタバース上にアサルトリリーの世界観を具現化することを目的としまして、ラスバレ舞台のことで盛り上がれる場や、クリエイターさんが活躍できる基盤を作る場としてディスコードも運営しております。アサルトリリーが好きな方は楽しんでいただけるチャンネルかと思いますので、この動画が面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてディスコードのご参加などしていただけますと嬉しく思います。ディスコードのリンクは概要欄に貼っておきます。ということで、まずはイベント情報から見ていきましょう。はい、それではイベント情報を語っていきます。やっぱ気になる点は3点ありますね。PV でも少し流れていましたが、一つ柳隊のピンチに八尋とシンが颯爽と現れて救うみたいな構図となっていまして、新キャラがどう絡んでいくのか楽しみですよね。あとは単純に「ユウ様どうしたん?」って感じの赤い髪で、これは乗り越えるのとは別に何かに覚醒してしまった形ですかね。それとも早くも前編で過去を乗り越えた結果なんでしょうか。その辺も気になりますよね。あと個人的には一番気になるのは、タツの体が蝕まれていくっていうフレーズ。タツさんも霊に漏れず強化リリーですので、体が蝕まれるリスクとは隣り合わせ。あのレジェンドとも言える武功を挙げたライムの姉の未来様ですら体が耐えられなくなっていたので、タツさんもいつそうなってもおかしくはないですよね。このまま初の既存キャラクターの離脱とかっていう展開になってくれたら激アツですが、アサルトリリーは元々から死んでいる設定はあっても、既存のキャラクターが死んでしまったことは舞台小説含め一度もないので、ここでそれを持ってきてくれた日にはすごくいい衝撃が走ると思うんですけど、いかがですか。そうなったら携わり推しの方は荒れるかと思いますけどね。どちらかというと、どういう風に救われるのか要注目っていったところですかね。イベントメモリアはこちら。今回は炎属性で来てくれました。衣装も全メモリアについておりまして、レジェンダリーメモリアが妨害で実装されるっていうことで、アタックにも SP アタックにもステータス振りがされておりますので、おそらくはダブルパワーフォール系だと思いますが、これが2体確定でさらに水属性攻撃力ダウンとかついていたらめちゃ強力ですね。特に今 SP アタックも下げられて水属性も下げられるっていうものが少ないので、ここでそういったメモリアの追加はありかと思います。イベントガチャは55連回すと八尋支援衣装がゲットできます。八尋のレアスキルレジスタは原作設定上では S 級となっておりますが、ラスバレのゲームバランス上普通のレジスタで実装されるかと思います。さらに66連まで回すと新チャームもゲットできてしまいます。性能も炎風 6% とかなり強いので、ガチャは66連までは最低でも回した方がいいかと思います。ただ66連まで回すなら88連まで行きたいですよね。めちゃガチャの引かせ方うまいなっていう風に思いました。というかちょっと待ってください、ステータスのインフレしすぎじゃないですか。前回めちゃ強いと言っていたモンドラゴン SPKH の総合ステータスは5万ですよ。そこから1万5000も上昇って、平均的にならしても各ステータスが3750以上も高いっていうのはヤバすぎですよね。手に入れない理由がなくなってしまうではないか。まあでもグラム MCC ブーストの方はメモリアメダルでユウの衣装と交換すればいいので大丈夫ですが、特に炎風混成編成を組まれる方はデュランデル SPHI は欲しいところですよね。僕は風炎編成は組まないので、今回はユウの衣装と交換して終わりたいところではありますが、レジェンダリーメモリアの第4のスキルはレギュマにおいてはめちゃめちゃ強力なので、ガチャ回すかすごく悩みます。そしてユウの衣装は新レアスキルを持っていまして、その名もオーバークロック。
完全にルナトラの上位互換が出てきましたね。従来のルナトラのスキルの敵味方から妨害支援は受け付けないっていうところから、味方の支援は受け付けられるようになったっていう最高のレアスキルへと変貌を遂げました。そしてイベントキャンペーンとしまして、ラスパレ公式アカウントをフォロー、イベント開催 PV の投稿をリポストすると3名様にヤシルト新薬の直筆サイン色紙が当たる可能性がございますので、積極的にリポストしてラスバレを盛り上げていきましょう。またイベント投稿ミッションとしまして、イベントストーリーの感想を投稿しますとマギジュエルが獲得できますので、合わせてご活用ください。ジュエルがもらえるっていうことは、おそらくラスバレページから投稿できるかと思います。イベント情報だけでもかなりボリュームありましたね。ただラスバレ情報はそんなになかったので、そのままラスバレ情報を見ていきます。マギジュエル増量パックが販売開始となっております。こちらはブラウザ版からだとさらにマギジュエルが多くもらえますので、ご活用される方はしていきましょう。またロイヤルメダルパックも販売され、こちらもブラウザ版では多めにメダルがもらえますので、合わせてチェックしてみてください。今回の特別ミッションのスタンプはヤヒロの私に任せてですね。以上になります。ここまでラスバレ関連を見てきましたので、ここからはアサルトリリープロジェクト情報を見ていきます。はい、それではプロジェクト情報を語っていきます。まずはキャンペーン情報からですね。アクションドールに引き続きアニメも3周年ということで、アニメ記念キャンペーンとしまして、10月1日日曜日21時30分から毎週1話ずつみんなで見ていこう的な感じのことが行われます。このアニメの感想をアサルトリリーアニメの好きなところっていうハッシュタグをつけて X に投稿すると、抽選で非売品ポスターが当たる可能性がございますので、積極的に投稿してアサルトリリーを盛り上げていきましょう。アニメの投稿を見かけた方がアニメを視聴してラスバレも知って参入してくるっていう流れもあるかもしれませんしね。さらにその同時視聴時にログインしますと特別ガチャチケットももらえてしまいます。こちらはカップリングチケットらしいですね。そしてアクションドール10周年アニメ3周年を記念しまして、11月12日日曜日に合同展示イベントの開催も決定しました。詳しくはプロジェクト公式ホームページに掲載されるそうなので、気になる方はチェックしてみてください。そしてコワイケンシェンリンさんと一緒が10月14日に発売開始となります。僕はこれ買ったことがないので詳しくは分かりませんが、おそらく ASMR メモリアで見られるようなストーリーがボイスのみの収録ですがゲットできるみたいな感じなんでしょうかね。また 2.5 周年のグッズアンケートも実施されます。こちらは自身がこういうグッズが欲しいっていうのをアピールできるいい機会ですから、これまで欲しいグッズがあるのにないっていうのがありましたら、この機会にアンケートに答えてみましょう。僕も以前こちらの動画であったら嬉しいグッズ5選っていうのを挙げていますので、そこに載せたものからアンケートに答えていきたいかなっていうふうに思っております。そしてアサルトリリーブーケの LINE スタンプ第2弾の発売も決定しました。LINE スタンプはよく使用しますので、こういったバリエーションを増やしてくれるのはすごく嬉しいですね。続いてはこちら、コラボカフェの新情報が解禁されてました。先行受付はもう終了してしまっていますが、一般申し込みも現在受付中ですので、気になる方はチェックしてみてください。フードメニューはこちら。この中でやっぱり気になるのはラスバレ放送局でも食べていたルナトラライスですかね。この色味で辛くないって絶対健康には良くないやつですけど、コラボメニューでは割り切っていますから、ちょっとこれは挑戦してみようかなっていうふうに思っております。ただ単純にデザートは普通に美味しそうなんで、名古屋の味噌カツを食べた後に食後のデザートでコラボカフェっていうのもありかなっていうふうに個人的には思っております。ドリンクメニューはこちらです。いろんな種類ありますが、ドリンクで気になるのはやっぱりアサルトリリーといえばティーなので、楓さんのアイスティーかチェンリンのジャスミンティーですかね。ハンサのチョコソース入りコーヒー牛乳も若干気になります。来場者特典としまして、コースターがもらえるほか、各会場ごと違った種類のポストカードもゲットできますし、コラボカフェ自体でもグッズ販売はされていますので、コラボカフェ行かれる方はぜひグッズの方もチェックしていきましょう。僕は雰囲気だけ楽しめればいいですし、一つやりたい関連のグッズはいらないので、その場の誰かにあげてくるかもしれないですね。最後の情報です。 CD の販売情報が解禁されてましたね。今回 CD に収録されているのは一つ柳隊から透明ダイアリーとウィッシュドロップとなっております。ウィッシュドロップの実装めちゃ早かったですね。それでか、少し前まで僕の動画の冒頭の BGM はウィッシュドロップが使われていたかと思うんですけど、すぐ使えなくなってしまったので早くないっていうふうに思っていたら CD 化が決まっていたからなんですね。納得です。
さらにこちらの CD を購入しますとライブ先行申し込み券やラスバレで使える衣装とメモリアの交換券がもらえますし、 CD ということはそんなに高くないかとは思いますので、機会券がもらえるだけでも価値はあるかなっていうふうに思います。僕は単純に曲聴きたいっていうのと、今回は絶対ライブ行きたいんで絶対買おうかなっていうふうに思っております。 CD の予約申し込みはすでに開始されておりまして、ラスバレのゲーム内から予約できますので、気になる方はチェックしてみてください。ライブ出演のキャストはこのようになっております。ちょっと予想が外れましたね。前回は一つ柳隊がメインライブだったので、今回はヘルボル、グランエプレも参戦してくるっていうところまでは予想していましたが、フエレブレや新生グランエプレの方たちも参戦あるんじゃないかなっていうふうに期待していましたが、そこは残念でしたね。アサルトリーリンのライブはかなりクオリティが高いですので、可能な方はぜひ会場に足を運ばれてみてください。そしてそんな前回のライブのブルーレイ化も決定しました。全部で3種類ありまして、とりあえずライブ見たい方用、ラスバレ特典欲しい方用、アクリルプレート欲しい方用っていう形ですかね。僕はライブだけ見れればいいに近いですが、ラスバレの特典の内容によっては真ん中選ぶかと思いますので、予約が開始される10月5日のタイミングではラスバレ特典の詳細が分かるとすごくありがたいですね。前回のライブもかなり好評で、このライブでしか流れていない映像も収録されているっていうことなので、これまでの諸々と合わせて検討してみてください。あと音楽配信サービスでオーバーキャストスカイ、リフレクション、ウィッシュドロップも聞くことができますので、気になる方は要チェックですね。以上、第69回ラスバレ放送局の最新情報をまとめてきましたが、動画の内容いかがだったでしょうか。やっぱ30分延長しているだけあって、かなりの情報量が出ていたのではないでしょうか。特に今回はプロジェクト情報が目白押しでしたね。皆様は何か気になるものはございましたか？もし何か最新情報で注目しているポイント等ございましたら、コメント等で教えていただけますと嬉しく思います。ラスバレ自体もこれから完結編に向けて盛り上がっていきますが、アサルトリリープロジェクトの方も舞台にライブに新作小説にまだまだ盛り上がっていきますので、これからも共にアサルトリリーを楽しみ尽くしていきましょう。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画配信でお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。